WRP Rap ランチタイムブレイク、本日も始まりました。ジブラです。ランチタイムブレイクは月曜日から金曜日お昼12時より渋谷道玄坂レップスタジオから生放送でお届けいたしております。そして本日も渋谷区道玄坂商店街振興組合さんのスピーカーより道玄坂一帯にも放送しております。 WRP レップは24時間放送のヒップホップ専門ラジオ局、 iPhone や Android のアプリで聞けるのでぜひダウンロードしてみてください。もちろん無料でございます。はい、ということで、本日木曜日、今日はね、一応渋谷区はところにより曇りとなってますが、まあちょっと曇り空って感じですかね。外は少し薄いグレーっていう。はい、現在気温は31度となってます。予報での最高気温は32度ってなってんだけど、もうこれ以上32度って書いてないからどうですかね。まあこんな感じで今日はずーっと、たまに晴れ間が見えるとかそういうことなのかな。一応俺の iPhone では、雨の予報はございません。毎週木曜日はスクールオブヒップホップということでですね、いろいろヒップホップの歴史などについていろいろ話しながら昔の曲かけたりする日なんでございますでしょうですが、本日はですね、ヒップホップとレゲエ、なんでしょうか、ヒップホップとレゲエの関わり方というか、なんていうか、はい、ヒップホップとレゲエ特集でございます。まあいろいろね、85年の楽曲から、2013年の楽曲ぐらいまでかな、はい、いろいろかけたりしようかなと思ってますので、お楽しみに。ちょっとツイッターチェックしてみましょう。ハッシュタグ WREP をつけてつぶやいていただけたら番組中拾ったりします。エンゾさんのダマル、ジブさん、大塚さん、柳竹さん、リスナーの皆様こんにちは、ウェイヨー、カナポンもいるよ、はい。マーシー、ジブさん、今週も講義楽しみです、はい。YMD リミックス、ウェイヨー、レップ聞いてからシチューを作ります。シチュー作るんですね。シチューを作るってなんか特別ですよね。何ですかね。シチュー。はい。パン AK 麦、着席。はい。タグ0824、木曜ランブレウェイヨー。本日も講義受講。ゴーシー、ジブさんウェイヨー。ともひこ、ジブさんリスナーさん、セイハロー。本日も木曜講座よろしくです。610、スクールオブヒップホップウェイヨー。よろしくお願いします。ジョージダリアル、ジブさんこんにちは。今日もよろしくお願いします。木村すばるさんにヒップホップレクチャーしてる動画見ましたよ。はい。あれ結構いっぱい続くんでチェックしてみてください。こっち見、朝のニュース番組を見ていたら、今年の秋のトレンドはゼブラ柄だそうですよ。わーおー。やっぱり来てしまったか。はい。なんか最近ひしひしと感じておりましたが。はい。私の時代でございます。良平、こんにちは。湿度が高すぎて気持ち悪い。そうなんだよね。それがマジうざいです。ハイコパ、皆さんもいいよ。本日も夜勤明け、仙台からの拝聴です。エナジードリンク飲んで居眠りしないよう講義受けます。リサ、ジブさん、皆さんこんにちは。今日も、のんびり講義拝聴します。学ぶ、写真は、レップバーにて、クラファンされていたしおりブラッドショーさんとイエンタウン東京の皆様、しおりさんはユーリーさんやジャムさんを呼んでくれるので火曜日はよくイエンやそこら辺周りの方が来店されます。ジブラさんはペツさんのこと昔から知ってます？そんな気がなんとなくしました。昔から知ってる？昔からは知らないかもな。うん、ほらモニーはね、もうコート一番初めいろいろやってる頃に、一回真っ昼間のリミックスに参加してもらったんで、そんな感じですけどもね。信者ミサ、ジブさん今週も講義よろしくお願いします。カオリン、こんにちは。台風のせいか早朝から停電してて死にそうでした。うわ大変。お弁当作りの途中で停電してから何もできず、うおー、ランブレ直前に復旧。はい、頑張ってお弁当作ってください。ヨシケン、おはようございます。今日も大気の状態は不安定のためゲリラ豪雨の予報が出ております。台東区でもすでに一発来ました。マジか。皆様十分ご注意くださいませ。講義の木曜日、本日もよろしくお願いします。他にはカチーヌとも、ウーバーイーツ配達員ライフ、それからニコ、チョキくん、オミカ、ライスバーガー、エイちゃん、そして上の方に行きまして、他には誰が聞いてるか、メイクドナルド、マサヒロ、ヘロー、それから MT、あ、こっちゃんも聞いてる、それからどうでしょう、さくら555、はい、皆さん聞いてくれております。まず本日、スクールオブヒップホップ行く前に、こちらのコーナーから行ってみましょう。
ここから、スクールオブヒップホップに行ってみたいなと思うんでございますですが、今日はですね、あれですよ、ヒップホップとレゲエってことでね、まずはとりあえずこれから聞いていただきましょうか。まあ、クールハークがもともとジャマイカ移民っていうのはもうこの番組でも何度も言ってるんですけども、まあ本当にヒップホップはレゲエがお父さんみたいなもので、ジャマイカで培われたサウンドシステムとか、そこでかける、DJ プレイの仕方とか、そういったもの、そこの上に乗せるトースティングとか、そういったものが全部が、アメリカナイズされたのがヒップホップの始まりということなんで、ものすごく密接な関係なんですけども、まずはこれから聞いていただきましょう。1985年にリリースされました Run DMC Roots Rap Reggae。 It's Roots Rap Reggae。 WREP Rap Lunchtime Break。 さっきいただいたのは Run DMC Roots Rap Reggae でした。はい、この曲はね、イエローマンと一緒にやってるっていうことなんですけれども、とにかく、ルーツでございますよ。ある意味。ね。そういうことなんで、まあ、曲、この頃からいろいろと、まあ、これよりも前から、まあ、もちろんレゲエとヒップホップっていうのはそういう風に、いろいろコラボしたりなんだかんだしてきたんですが、今日はね、ヒップホップの中にこう、影響を与えてるレゲエというかね、そういう感じでいろいろ曲をかけられたらなと思います。まずは、まあ、こんな特集をするっていうことは、まあ、俺がやっぱりそれが大好きってことで、やっぱり大好きっていうことで、まあ、俺の、心の師匠となったケアレスワンさんでございますけれども、はい、ブギダンプロダクションズはとにかくね、まあそういったレゲエを取り込むという自分たちでサウンドシステム持ってたりとかしてたんで、まあそういうバックグラウンドががっつりある感じなんですけれども、とりあえず一曲聴いていただきましょう。まずは、こちらですね、ブギダンプロダクションファーストアルバム、87年リリースのクリミナルマインデッドから 9mm Goes Bang。WREP Rap Lunchtime Breaks。 お聞きいただいたのはブギダンプロダクションズ 9mm Goes Bang でした。はい、ですね、本日は、レゲエとヒップホップのについていろいろお話ししようかなと思ってますが、はい、この曲ね、わだだでい、わだだだでい、 Hey listen to my 9mm Go Bang。このサビ自体も、まあ本当にその、パトワースタイルで言ってるんですけども。これまああれですね。校長、宇治の昔の曲、9ミリで、このサビを。まだだぜ、まだまだだぜ、えい、この口9mm go bang ってありましたけど。はい。それはここから来てますですね。これはちなみに俺の、差し金というか、はい、俺の入れ知恵で、はい、それがサビになったっていう裏話も実はあるんですけれども、まあとにかくね、ケアレスワンはそんな感じで、もう本当にファーストアルバムの段階からこういうものを取り入れていって、レゲエフロー。うん。で、まあとにかく、そこの、がすごい親密な感じだったんですけども。これが今89年。で、まあもちろんそのセカンドアルバムにもそういうのも入ってましたが、89年にですね、スライ&ロビー、レゲエの、まあ、まあもう本当に大御所プロデューサーでございますけども、スライ&ロビーと1枚アルバムを作りまして、それを、スライ&ロビーをケアレスワンがプロデュースするという、そういうすごい、アルバムでございます。そちらから、前にもね、3年前に一回ここでかけてるんですけど、行ってみましょう。スワン・ロビー、Party Together Featuring Careless One。WREP Rap Lunchtime Breaks。 お聞きいただいたのはスワイアン・ロビー、Party Together Featuring Careless One でした。はい。ですね、なんでしょう。まあ、この当時、本当にこういった、レゲエとヒップホップのフュージョンというのはバンバン行われてたんですけれども、そんな中でもですね、それこそそう、このスラ&ロビーのアルバムにも、ラティーファー、クイーン・ラティーファーが参加してるんですが、同じ89年にですね、ニューヨークレゲエのアーティスト中心でいっぱい参加してる、レゲエとヒップホップのね、コンピがございまして、一緒にコラボってるやつね、ストリートリーヒップホップレゲエフュージョン、ファンキーレゲエクルーみたいな感じのやつで、
あったんですけども、その中に一曲、クイーン・ラティーファとスタソニックのダディ・オーがコラボしている曲が入っております。そちら聴いていただきましょう。クイーン・ラティーファ&ダディ・オー、The Pros。WVP ラップランチャンベイク、さっきいただいたのはクイーン・ラティーファ&ダディ・オー、The Pros でした。はい、これムラティさんもね、ファンキーレゲクルに入ってるザ・プロス、ラティーファのオールヘイル・ザ・クイーンにも入ってるけどねって、これね、俺もね、それね、どっち先だったっけなと思っていろいろさっきも調べたんですよ。で、オールヘイル・ザ・クイーンが11月リリースで、俺確かそれよりも前にこっちに入ったような気がちょっとしていてっていう感じ。なんかこれの企画で作ったんじゃないかなみたいな気もちょっとしたんですよね。この中にはね、ちなみにね、レディ・リーバイのね、ジミーズ・イン・ザ・バレーとかそういうのも入ってて、それはいわゆるケアレス・ワンとかジャングル・ブラザーズが言ったジン・ブラウスキー、ジミーとかその辺のね、まあオチマルの略なんですけれども、まあ、略というか別名なんですけれども、まあ当時そのなんていうかな、エイズ撲滅キャンペーン、セーフセックスキャンペーンに使われてたというか、そういう感じでみんなラッパーが言ってた、ジミーというワードを使ったなんかその、曲がレゲエになって入ってたりとかね、まあそんなのも入ってたんですけれども、そんな感じの、ファンキーレゲエクルー、ストリックトリーヒップホップ&レゲエ、ヒップホップレゲエフュージョンからお聞きいただきました。今日はそんな感じでレゲエとヒップホップについていろいろやるんですけども、もう超レゲエまんまみたいな曲をやるアーティストも結構いたわけですよ。同じ89年からこちら行ってみましょう。スペシャルレッド、ヘッズ&ドレッズ。WRVP、ラップランチャンブレイク。さっきいただいたのはスペシャルレッド。こちらは、アルバム、ヤングスティンチャージに入っております。ヘッズ&ドレッズでした。はい、もう一つのね、次のアルバムとかにも入ってたりとか、いろいろスペシャルレードもこういうの一発入れてくる感じだったっていう印象ですね。やっぱなんだろうな、俺がもうとにかくこういうのが好きだったから、こういうやつ大好きっていう。はい、お次はですね、こちらももうまさにケアレス一派なんでございますが、ケアレスが散々プロデュースとかいろいろ関わってる、オリジナルギャングスターオブラップでございます。行ってみましょう。あ、オリジナルギャングスターオブヒップホップか。ジャストアイスで Not Touch the Jazz。 WRVP ラップランチャンブレイク。さっきいただいたな、ジャストアイス Not Touch the Jazz でした。はい、ツイッターの方、 A ちゃん、コテコテなレゲエですね、でもいい感じ。はい、そうなんです。ムラティさんから、ファンキーレゲエクルーリリース89年9月っぽい。おー、ナイスサーチでございます。俺もそっちで先に聞いた気がします。でしょう、なんとなくね、俺もね、そのぐらい秋口とか夏の終わりぐらいになんか出たような気が、イメージがあったんで、はい、そんな感じでございました。ということで、レゲエとヒップホップいろいろやってるんですけども、まあジャメイカン、オリジナルジャメイカンラッパーっていう、ジャメイカンのそのルーツを持つラッパーっていうと、やっぱりどうしてもヘビーディー&ザボーイズ、ヘビーディーですね、がすごいこう印象でかいと思うんですよ。例えばまあ今ちらっと裏でかけますけど、この曲ね、まあデリ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 、はいはい、こんなことやってましたけども、まあとにかくタングトゥイスティングみたいなこと当時から上手くてですね、いろいろスーパーキャットと一緒に曲やったりとか、そういうのもありましたけれども、ヘビーディーさん、まあ晩年ね、アルバム、レゲエアルバムなんかも作って、それすごく良かったんですよ。俺もすごい好きだったんで、その中から一曲行きたいなと思うんで、ちょっと89年のところから一回飛んで、2008年リリースのアルバム Vibes からこちら行ってみましょう。 Heavy D Private Dancer featuring Sizzla。 WRVP Web Live Station Bakes を聞いていただいたな、 Heavy D Private Dancer featuring Sizzla でした。こちらは、2008年に Heavy D が出したレゲエアルバム Vibes からの一曲ということで、これすっげーよくできてんなと思って、やっぱりちゃんとしてますねって、俺も死ぬまでに一枚レゲエアルバム作りたいぞーって、これは本当に思わされた一枚ですね。どっちかってスープライオンより俺こっちの方が全然やっぱりビッときちゃったかな。はい、そんな感じでございますけれども、次もう一曲かけようかなと思うんですけど、ちょっと時間ないので裏でかけますが、こちらね、スミフン・ウェッスンのサンボイ・ブレル。こちらはやっぱりまあスミフンというか、まあブートキャンプ自体が結構そのパトワを使うっていうかね、レゲエスタイル、こう例えばチャント、これも
bye bye to a soundboy head. Rumor not promoting a nasty man, the mafia dead. Giving him two shits, dead to him chin. And dead to him chin. The fuck I put the junk to an end. Now who the rude boy want test the OG? Who the rude boy want test the OG? Hi, who the rude boy want test the OG? OG を試そうっていうルードボーイはどこのドイツだみたいなんですけれどもね。はい。もうとにかくパトワをがっつりこう入れてくるっていう感じのスタイルで、まあとにかく俺も一発でやられちゃったんですけれども、これも今でもかけてますね。そう。そんな感じのやつ。なんかこれをね、なんかこういう感じってできねえのかなと思って、自分も一曲頑張ってやってみたんですけど、まあちょっと日本語だからどういう風にそれを表現するかすごい難しいなと思いながらも、なんとなくやってみた楽曲がございます。聴いていただきましょう。こちら2007年に自分がリリースしました World of Music から Zebra Lyrical Gunman。WREP Rap Lunchtime Break。 さっきいただいたのは Zebra Lyrical Gunman でした。こちら2007年リリースの World of Music に収録されております。この後ね、これリミックスも2種類ぐらいあったりとかして、レゲエの皆さんに参加していただいていろいろやったんですけど、3種類ぐらいあるのかな確か。はい、すげえいろいろありがとうございます。MT、ジブさんのレゲエバイブスたまらん、ありがとう。たけし、ジブさんの声はレゲエにも刺さる、どういたしまして。さくら555、初めて聞きました、かっこいい、ありがとうございます。 MT、来た、大好きです、リミックスも最高です、ありがとうございます。 MCY、 ほんとジブさんの楽曲はヒップホップ詩が詰め込まれてるんですね。うん、なんかいろんなこと考えながらやっております。そんな感じでですね、ちょっとこうベトっとした感じでフローしてみました。はい、さくら555、ジブさんのレゲエアルバム楽しみにしてます。はい、いつかジャマイカで作りたいなと思ってます。そんな感じで今日はレゲエとヒップホップやってきたんですけど、もう一曲最後かけて、一部終わりにしますけれども、このいわゆるパトワを駆使するラップって意味ではですね、この曲はかっこよかったな、出た時うおーってなったんですけど、まあバスタライムスなんですけどね、バスタはもうパトは完璧で、ジャマイカでのスティングっていう超でっかいフェスがあるんですけど、そちらでもですね、自分の普通に当時バリバリ2000年ちょっと過ぎぐらい、2000年ぐらいかな、超自分がバリバリ売れてる時に行って、もう途中のトークとかもパトは全開でマジぶち上げるんですね。まあバスターのなんかモンスターバイブスというか、怪物感は多分そういうとこからいろいろ来てんじゃないかなということで、こちら行ってみましょう。バスター・ライムス、トゥワーキー。こちら、フューチャリング、ニッキー・ミナージ。WREP Rap Lunch and Breaks を聞いただいたのは Busta Rhymes Twerk It Featuring Nicki Minaj でした。こちらね、ニッキーもかなりパトはガンガンで、まあトリニダード出身なんで、そっち系のアクセントはもうバッチリだなと思うんですけどもね。はい、そんな感じでございますけれども、本日は、一部ヒップホップとレゲエの、特集ということで、なんかシャインヘッドとか外せないんじゃないってなったんですけど、今日はどちらかというとレゲエアーティストというよりもヒップホップアーティストからの、レゲエなんていうのかな、アプローチ、そんな感じの特集をさせていただきましたということで、ここで一部終了なんで、今日のレップのラインナップを紹介させてください。まずこの後毎週木曜日、1時から2部は、DJ ケンボー on the 1 and 2、 本日もレップスタジオからがっつり生放送で生ミックスでございます。2時からはプレイリスト、今日から新しいプレイリストですね、皆さんそちらの方もお楽しみに。そして、6時からレップ6、ロックレップ、本日は KWB の番です、生放送。そして、8時からはソリッドスカイエンターテインメント、アンチェンドレディオショーです。本日もイーライワン、フランク・ローガン、ビリー・ローランの3人でお届けいたします、生放送。9時からは渡辺志保の DJs プレイリスト、こちらも生です。そして10時からは、ケイザブロと DJ GO のナイトクルーズ。こちらは収録となっております。今日も1日レップよろしくです。はい。ということで、ここで一回コマーシャル挟みまして、コマーシャルの後は DJ ケンボー on the 1 and 2。皆さんそのまま、stay tuned!